明けましておめでとうございます。はい。えっとですね、あのー、まあ、お正月ということで、はい、今日元日なんですけども、うん。まあ、我々パチンカーにとって、あの、元日とか正月とか合ってないようなもんというか、まあなんもないじゃないですか、別に。ね。そんなですね、我々の、えー、正月パチンカーあるあるっていうのをですね、えー、たくさん考えてきたので、ちょっと紹介したいと思います。えー、そしてですね、この動画、 まあ、どうせ皆さんパチンコ屋で見てる人がほとんどだなと思うので、はい。フルテロップでお送りしますので、ご安心ください。はい。それでは行きます。正月パチンカあるある。うん。今日から新規一点、ギャンブルの収支つけようと思うけど、成人の日ぐらいにはもうやめてる。はい。これありますね。うん。なんかあのパチンカーって、収支つけたがるんですよね。たまに。偉い周期で。えー、の時に、うん。なんか、収支つけるアプリとか、 えー、あとはメモ帳に普通にプラスナもマイナスナもみたいな書く人いると思うんですけども、えー、これやり始めてだい、まあ、あの負けが混んでくると、うん、もう自分がこんだけ負けてんねんやってみんな嫌やからあのすぐやめますはい終始つけるのはですね負け出したらやめるっていうね、うん、意味ないやんってなるって、えー、だからだいたい10日ぐらいですかね政治の日ぐらいにはもうやめてる、うん、なんかの区切りで心機一転やりたいんですよ はい。ちなみに次回は4月1日ぐらいからですね。またつけ始めます。はい。正月パチンカーあるある。隣で売ってる若い兄ちゃんがサンドに入れる万札が思いっきり三つ折りで、誰がどう見てもお年玉の折り方してる時ある。はいこれありますね。うん、それもポチ袋に入れる時しかせえへん折り方してるやん。 折り目二つこうついてるやん。あの、なんか三等分みたいなあるじゃないですか。一万円札を。三等分にして、えー、縦長のポチ袋に入れるんですけど、その折り目ついてるやん。こいつが今サンドに入れたお札、とやありますね。気合うな、みたいなね。えー、あの、ポチ袋の時のやつでやってるっていう。はい。そうなんですよ。正月のパチンカはお年玉で売ったりすることもあるので、そこは共感できるんですけども、お年玉で言うと困難もあります。はい。 親にもらった1万円でも、祖父母にもらった1万円でも当たらずに、結局なんかあんま喋ったことない親戚からもらった5000円でやっと初当たり引いて、初めてその親戚に感謝する。ええー。これめちゃくちゃありますね。うん。まずは父ちゃんの1万みたいな。ええー。はい、次、ばあちゃんの1万みたいな。引かへん当たり。どうなってんねん。年内ないな、言うて。 で結局もうお金なくなってね最後もいや5000円かよって思ってたなんかわけわからん喋ったこともあんまない親戚のなんか昔はよう抱っこしてんでって言われていや知らん知らんっていうえそういう親戚からもらった5000円をなんか入れたらそれで初当たり引いて初めてありがとうみたいなねえこれめちゃくちゃあるんですけどもうんほんで結局時短引いてなんやねんやっぱりそういう程度かいって思うっていうのもえセットなんですけどもはい正月パチンカあるあるうんえー 大晦日が意味わからん夜ふかしして、元日意味わからん時間に起きて、とりあえずどこも空いてないしなんて理由つけてパチンコ行って、タコ負けして、新年最悪のスタート切る。えー、これ黒もう全員そうじゃないですかうん。うん。なんでもう、なんかパチンカ、うん、そうですね。意味わからん夜ふかししますね、まず、深夜まで。なんか、寂しいから、えー。で、元日は意味わからん時間に起きるんですよね。えー、ほんで、とりあえずほんまに、まあまあ、 親とも顔を合わしたし、うん、ねえ、ほな、もう、ドイツちょっと行こうか、言うて、パチンコ行ってね、うん、タコ負けして、うん、今年も最悪やな言うて、えー、何年連続や、この正月、みたいな、えー、言うてますけども。うん、でもね、1日に勝てる時もあるんですよ。うん。その、元日に勝って、よっしゃーって時もあるんですけど、そんな時のパチンコあるある。はい。1日に勝てても、2日と3日で負けるし、 一日と二日勝っても、三日と四日と五日で負けるし、一日と二日と三日勝っても、四日と五日と六日と七日負けて、数列の面白い問題みたいになる、うん。これありますね。なんか数列の一個空欄にして、じゃあここに入る数字は何でしょうみたいなね。えー、めちゃくちゃ簡単なんですけど。うん。なんかフィボナッチ数列的なね。うん。<coughs> なんかメンサの問題みたいな。えー、数列の問題みたいになりますね、うん。絶対倍負けるから。より多く負けんねんから。 このお正月とされてる期間で、トータルで勝ち越しできるやつおらんから。うん。それはなんか、あのー、初日に勝って次の日なんか病気した人とかぐらいじゃないと。えー、物理的にパチンコはいけへんくなった人ぐらいじゃないと、えー、この正月にトータルで勝つの不可能と言われています。はい。<coughs> 正月パチンカあるある。はい。えー、新年一発目に家族以外の人と喋るの、全部交換でよろしいですかに対しての、はい。えー、これもありますね。えー もしくは、あの、終わりでですね。はい。まあ、あれ喋ってるとカウントするのかってことなんですけども。うん。とにかくパチンコ屋の店員との会話が、うん、新年一発目の家族以外の人との会話ですね。はい。まあ、今、あの、パーソナルシステム増えてきたんで、あんまり終わりでっていう人もいないですけどね。ええー。正月パチンカあるある。ええー、芸能人格付けチェックの浜田さん。毎回 A の部屋入らんかなって祈る。ええー、まあ、赤ですからね。 毎回あの、浜田さんが A の部屋と B の部屋、こう、扉こうやって、いやー、どっち入んねんみたいな、あるじゃないですか、おもろいやつ、うん。あれも絶対赤入ってくれと思います。あれパチンコの演出やったら激アツやから。うん。B は青やから、うん。B 入ったら弱いねうんこ。こうやって、あれ、あれ、パチンコ台にそのまましたらめちゃくちゃおもろいから、ほんで。浜田さんのこれ、バン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 。一回 B 開けて、 入りかけて、中の人喜ばしてパーンって閉めて、赤入るときとかもう、金かけて売ってたらもう相当の落ちるてるよ。そんなもん。あれパチンコに向いてるんですけど。うん、毎回赤いあの熱い方入れって思うっていう。はい。正月パチンカあるある。おせちが口に合わんので、ろくに飯も食わんと空腹で無心で打ち続けて、あまり玉でもらうカントリーマームが平気で新年初飯になる。えー、これもありますね。うん。まあ、あの、 もうおせちは口に合わんから、別にそんな食わないんですよね。ええー、で、パチンコ売ってる時って、なぜか腹減らないんで、うん、気づいたら腹減りますけど、うわーって、連続で打つけて、時間もったいないから、飯食う。うわーって言って、うん、で、結局余り玉で交換した、あの、ええー、一個のカントリーマーブルとかね、あの、初飯になるっておお、俺これ食うてるやん、みたいな。ええー、そんなことになるんですけども、うん。正月、パチンカあるある。 よく見る常連のパチンカーがどこにも見当たらず、家族大切にしとんかいと思う。ええー、これ配徳感ですよね。うーん、な、なんやねん、正月満喫しとるかなっていう。俺の方がくずかいみたいな。あのおっさんにだけは負けてへんと思ってたわって、ね、人間的にって思ってたら、もう俺の方がくずかいみたいな。ええー、どこにもおらんやんけって。えー、探してまうときありますね。えー、えー、ラストです。正月パチンカーあるある。はい。二日はもう十時から行く。うん。 これもそうですね。2日が一番暇かも。なんやかんや言うて。1日はまだなんか家族と過ごすとかもあるかもしれんけど、もう2日からもすごいよ。もうエンジン全開よ。もう10時から行きます。普通に。負けると分かってても。えー、というまあ正月、パチンカーあるあるでした。はい。まあね、皆さんも今、リアルタイムで売ってらっしゃると思うんで、検討を祈ります。ありがとうございました